共同通信によりますと、立憲民主党の枝野代表は3月31日、民進党の大塚代表が提案する旧民進党勢力による新党結成の構想に応じない意向を示しました。枝野代表は名古屋市で行った街頭演説で、引き続き永田町のくっついた離れたに巻き込まれることなく筋を通すと述べました。はい、そこまでいいんですが、はい、皆さん、枝野さんって方は今までくっついた離れたに巻き込まれてなかったんですか？ほら、本当よく言うわ。これはこれもしかし枝野さんの個人攻撃をしてんじゃなくて、もちろん去年10月の総選挙で希望の党も民進党も全然ね、どちらの系統もまあもうややこしいですけど、あの時は参議院選挙なくて、だから民進党が戦ったと言えるのかどうかもよく分かりませんが、いずれにしても野党側が全然ダメだった。その中で立憲民主党というね、僕はこの名前自体嘘だと思ってますけどね、この党だけは伸びた。それだからもうとにかく自分の城は絶対守ると、そんなあの弱いやつと一緒に泥船に乗らないってことを言ってるに過ぎないんですが、これはその枝野さんのことを僕は言うんじゃなくて、敗戦後の日本社会っていうのはこうやって左に寄っかかってると一定のね支持を集められるんですよ。だから毎日新聞が経営困難になると左に傾き、共同通信はネットの時代にどうやって生きられるか分からなくなってるから、毎日新聞に加盟してもらって、そうすると毎日新聞と一緒に左に傾き、皆さんが言ったらこうか、NHK も視聴率気にするようになったら、まっすぐに行ってると支持が増えないから、こう左に皆さんが見てこっちね、左に傾くと乗ってくるんですよ。これがさっき主権者国民はまっとうな判断なさってると申し上げたと同時に、実はこれが敗戦後の日本社会の現実なんです。例えば政党を考えて、立憲民主党は確かに去年10月の総選挙で思いがけないぐらいの議席確保しました。かつて次世代の党とかありましたよね、平野さんが言ってたのとかですね、あるいは中山京子先生が言ってたのとか、中山京子さんが言ってたのとか、みんなもうトラッカーさん負けましたよね。これが現実なんです。だからあえて言うと、2校は削除じゃなくて残したまま、この9条改正するのが、僕は安倍さんが言ったからってことじゃなくて、これが断固本心と思っています。その代わりこういう若い人たちに引き継げる憲法改正じゃないですか。同じ安全国のドイツは憲法自体は基本法ですけども、60回ぐらい、ね、変えてます。